さんこんにちは、ギトニスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、向川女子大学のキャンパスの中なんですが、今日はね、もう学生のみんなも、試験を終えて課題がある学生が来てるという感じで、ちょっとね静かです。こちらのね、この建物なんですけれども、おしゃれでしょう。すごくね、おしゃれな作りになっているんですけれども、ちょっと皆さんにちらちら見ていただきます。この中はですね、カフェもあって、あとはね、ランチタイムは美味しいね、リーズナブルで、でもね、美味しいランチがあったりするんですけれども、こんな感じ、こう見えるかな、こういう、あら、ちょっと見えますかね、あれ、こういうね、こういうメニューとかがあるんですよね。さあ、皆さん、今日はですね、腸脳相関についてお話をしたいと思いますね。腸の調子と脳の調子がとても関わりがあるんですけれども、経験ないですかね。なんかこうね、メンタル的に緊張するとお腹がこうね、下痢をしたりとか、逆に便秘になったりということもあるでしょうし、その逆もありますね。お腹の調子が今一つだから、なんとなく落ち着かなくって、そわそわしちゃうということもあるでしょう。で、それはそういうこともあるんですけれども、もう一つ皆さんにお伝えしたいのは、リーキーガットって聞いたことありますかね。腸の粘膜が、破けちゃうのをリーキーガットって言うんですね。で、今そういう人が多くなっちゃっていて、で、要は腸の中が乱れてるんですね。腸の環境が乱れてる。で、そうすると、こうね、免疫力も下がっちゃうんですね。じゃあ、その腸の乱れという原因は何かというと、運動不足ね、そして寝不足という、健康の定義の様子が欠けているということもあるでしょうし、そして一番はですね、食べ物の影響が強いんですね。添加物の多い食べ物を食べていたりなんかすると腸が乱れちゃうんですよね。でもね、元気な体であれば多少の変なね、添加物のものも食べたとしても、ちゃんと肝臓で解毒して腎臓とか腸から排出できるんですけども、自分自身の力がないと、元気な力がないと、その添加物に負けちゃうんですよね。そして、グルテンフリーという言葉聞いたことありますかね。小麦粉とか、ね、グルテンがあるわけなんですけども、そのグルテンによって腸が乱れちゃうというケースが多いわけですね。あとは乳製品ね、もともと日本人は乳製品が吸収できない、ね、そういう体質なようなんですけども、長い歴史、遺伝子レベルの中でですね、それと、人工甘味料とか砂糖ね、これらが結構腸を乱しちゃうんですよね。なので、もしも皆さんの中でアレルギー症状があったり、アトピーね、あとは花粉症などがいつもあるという方は、今の減った食べ物をちょっとね、一時控えて、様子を見てみるっていうのも、体の体質を変えていくっていうのも大事ですね。少し体質を変えて、そしたらね、何を食べても元気な体になるでしょうし、さあね、何度も言うようですけれども、元気な体になるということでは、運動と栄養と睡眠と、そして、笑うね、心の柔軟性も大事です。今ちょっと学生がちょうどそういえば、昼間の休憩タイプでですね、いろいろとこうちょろちょろと、歩いて、いたり、今すれ違いで他の講師の先生が歩いてたんで、私がスマホで喋っているからね、ちょっとこうそーっとしていってくださいました。さあ、皆さん、今日はですね、おしゃべりばっかりでしたけれども、少しこの学内のね、この素敵なキャンパスの中を紹介しながらおしゃべりしております。はい、ちょっとね、ちらちらとね、ランチを食べている学生もいます。さあ、こういう風に上の方もね、こんな素敵な感じだったんですね。さあ、じゃあ、どこでもできるということで、最近皆さんたくさん笑ってますか？笑ってない方はですね、頭の筋肉も硬くなっている可能性がありますから、ここをですね、こういう風に後ろに、そしてこの辺硬いなと思うところを触って、あとここもですね、そしてさっさっさ、これ軽くね、なぜてるとふっとリフトアップしますからね。今日のこの動画の前の動画にセルフメンテナンスの動画もアップしておりますので、よかったらまたご覧ください。はい、ということで、今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。よかったらグッドイドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。フィットネスインストラクターの大谷でした。ではまたね、ありがとうございました。